ダイハツフェロー。フェローは、かつてダイハツ工業が製造、および販売していた、軽自動車である。1966年、昭和41年11月に発売された、初代モデルは、すでに貨物用の軽商用車では十分な実績を、持っていた、ダイハツの軽乗用車史上参入第一作であった。グレードは、スーパーデラックスとデラックス、スペース効率の不利を押して、 縦置きエンジン配置とした手堅い FR 方式で、すでに実績のある、軽トラックのハイゼット用 ZL 型にストローク、空冷に気筒ガソリンエンジンを水冷化し、23PS に強化した ZM 型エンジンを新開発して搭載した。サスペンションには、コイルスプリングによる四輪独立喧嘩を導入したが、前輪は、一般的なウィッシュボーン式であったのに対し、 後輪にダイアゴナルスイングアクスルを採用したのが得意な点であった。日本車では、イスズベレット以外に洗礼がなく、以降の採用例もない。プリズムカットと呼ばれる箱型のボディ形状で、大人4人が無理なく乗れる軽自動車を目指すとともに、当時の軽自動車としては、上質感を演出していた。トランクはヒンジを外部につけることで、開口部を大きく取り、荷物の出し入れが楽であった。 フェローは当時のダイハツの軽自動車販売シェアを伸ばしはしたが、同時期に出現した廉価で高出力なホンダ N360 に押され、スポーツモデルの投入などを図ったものの市場を制するには至らなかった。二度アセダンだけでなく商用の三度ア版、ピックアップトラックのボディバリエーションがあった。格型のヘッドランプは日本車で初採用されたものである。1967年、 昭和42年、スタンダード追加。1968年、昭和43年、SS 追加。1970年、昭和45年4月1日には、北海道、東北等の降雪地帯を除いて100台限定で、販売された、バギータイプの、フェローバギーも発表された。名前にこそ、フェローとつくが、商用系自動車であるハイゼットピックアップを、ベースとして、 ドアのないバスタブ型の FRP 製ボディに、大型ロールバーとグリルガードを装備し、限定生産車にもかかわらず、低価格で販売された。1970年、昭和45年4月、2代目のフルモデルチェンジ。社名にサブネームが付き、フェローマックスとなる。形式は、L38。ボディバリエーションは2ドアセダンと3ドアバンでスタートし、後に、 ハードトップと4度ダンが追加された。ホンダ以外の各社が、後輪駆動を通していた、当時の軽乗用車では珍しく、ホンダに続いて、スペース効率で有利な前輪駆動に移行した。サスペンションもこれに適した前輪ストラット式、後輪は、リーフリジットタイプのホンダ車よりも高度な、セミトレーリングアーム式とし、四輪独立喧嘩は、踏襲しつつ安定性を高めている。 全モデルより軽量化され、さらに当時のパワー競争の煽りで、軽自動車最強の40馬力を発生させるまでに、至ったが、オイルショックや排出ガス規制による幾度かのマイナーチェンジで、エンジンの変更を行われ、パワーも低下、大衆車としての需要もリッターカーへ移行して行った時代でもあり、人気は徐々に下火となった。 1970年昭和45年7月ツインキャブを発売グレードは SS と S1970 年昭和45年10月ハイカスタムシングルキャブを発売1971年昭和46年3月マイナーチェンジ1971年昭和46年8月ハードトップを発売グレードは ツインキャブの GXL と SL、シングルキャブの GL とトルコリラ、ツインキャブ車には、前輪ディスクブレーキを標準装備。1972年、昭和47年3月、マイナーチェンジ。インストルメントパネル、フロントグリル、フロントフード等を変更。ハードトップ GHL、前輪ディスクブレーキ、レザートップ等を標準装備したシングルキャブの、豪華仕様を追加。 1972年、昭和47年10月、4ドアセダンを発売。グレードは、デラックス、カスタム、ハイカスタムの3車種で、すべてシングルキャブ。同時に、全車排出ガス規制に対応し、ツインキャブは 40PS から 37PS に、シングルキャブは 33PS から 31PS に、最高出力が低下。1973年5月、 マイナーチェンジ。フロントグリル、フロントフード、フロントフェンダー等を変更。二度ダンのリアスタイルをカムテールから四度ダンと同じ形状に変更。ハードトップのリアスタイルも大幅に変更。二度ダンハイカスタム、二度ダンパーソナル、ハードトップ GXL を廃止。二度ダンスーパーデラックス、四度ダン STD、ハードトップ GSL。 ハードトップ L を発売。1973年10月、道路運送車両法、保安基準改正に伴う安全対策を実施。1975年2月、マイナーチェンジ、ツインキャブモデルを廃止。ナンバープレートを割った化に伴う前後バンパーの形状変更、インストルメントパネルを変更、シートバックを変更、等。1975年12月、 マイナーチェンジ。ブレーキフルード残量警報装置を採用。と。1976年5月、マイナーチェンジ。ハードトップを廃止。ZM 型3 6 0 c c にストロークに、気筒エンジン車は、昭和50年排出ガス暫定規制適合。AB 型 550cc4 ストロークに祈祷。最チェシーエンジンを搭載し、51年排ガス。 規制適合の550発売。550cc 搭載モデルは、バンパー延長のみで、車幅は 360cc サイズのままだった。大チャレでは、レストアされた車両が、稀に、L2 クラスで参加がある。1977年7月、マックスクオレ、マックスクオレを発売。フェローマックスのビッグマイナーチェンジ版であり、車幅が広げられた。形式はセダンが、 CL40 ンが HL40V である。ラインナップは2ドアセダン、STD、DX、カスタム、4ドアセダン、DX、カスタム、ハイカスタム、3ドアバン、STD、DX、スーパー DX の3種。エンジンは AB 型2気筒4サイクル。547cc、28馬力である。1979年3月マイナーチェンジ。 セダンは53年排出ガス規制適合で EL40、バンは54年排出ガス規制適合で JL40V となる。最高出力は31馬力に向上。1980年7月生産終了。10年販売された長寿モデルとなった。後継者はセダンがクオレ、クオレ、バンがミダクオレである。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。